皆さんこんにちは、スクエニックスの時田です。生贄という機能切なスイッチ版がリリースされましたが、皆さんプレイしていただいてますでしょうか。今回ですね、時の闘技場というパッチが、リリースされましたが、こちらもインストールして楽しんでいただいてますでしょうか。今回ですね、僕は自分のセーブデータを持ってこちら、東京 RPG ファクトリーさんの方にお邪魔して、先ほどデータを最終調整してアップロードしたところです。僕のユーザーコードを公開しますので、ぜひ挑戦してみてください。お待ちしてます。